皆さんいかがお過ごしですか。福島恵美です。今日の熊本市政だよりテレビ版は熊本市動物愛護センターからのお知らせです。動物の飼い主の方へのお願いです。動物の飼育にはその種類によって飼育施設ごとに許可が必要な場合があります。特に動物の愛護及び管理に関する法律により特定動物に指定された動物を飼育または保管する場合には動物の種類施設ごとに許可が必要です。特定動物とは人の生命身体財産に危害を加える恐れのある動物のことで、現在ワニガメ大型のヘビや猛禽類などおよそ650種が指定されています。昨年6月1日に法律が一部改正され、特定動物の繁殖により生まれた動物、例えば犬と特定動物であるオオカミの交雑種であるオオカミ犬などが新たに規制の対象となります。なお今年6月1日以降は特定動物とこれらの交雑種をペットとして飼育することは禁止されます。規制は現在これらの動物を飼育している方も対象になります。継続して飼育するためには3月2日から5月31日までに許可申請を行い、許可を得る必要があります。無許可で飼育すると個人では6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人では5000万円以下の罰金が課せられる場合があります。その他狂犬病予防法では犬の飼い主に登録の義務及び年に1回の狂犬病予防接種の義務や火星上等に関する法律などでは地域によって規定された種類の動物を一定数以上、例えば犬10頭以上ヤギ4頭以上などを使用または収容する場合許可が必要になります。詳しくは熊本市動物愛護センター電話 096-380-2153 へお問い合わせください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は3月6日です。ぜひご覧ください。